久我山稲荷神社は、東京都杉並区久我山にある神社。陶器上の宗教法人名称は、稲荷神社。創立年代は明らかではないが、古来より、久我山村の鎮守として祀られていた。新編武蔵風土紀行によると別当時は、新義神言、宗久盛山見六院光明寺であった。明治40年4月には、次期田原にあった、天根祖神社を合祀した。 昭和16年には損者になった。例年7月24日の夏祭りには、杉並区では、唯一の湯立神事、湯の花神楽が奉納される。これはかつてこの地に病気が蔓延した際に平を願った村人らの発願によるという。日清戦争の頃に一度中止されたが、その際赤痢が蔓延したので、すぐに再興され欠かさず続けられている。 湯立て神事は区形に由来するとされている。高山修は、湯立て神事を行う神社が大変少なくなった中で、現在も毎年行っている、久が山稲荷神社の湯の花神楽は貴重な民族行事であると評している。また、金玉金が同地出身の小笠原の佐藤王こと、飯田作右衛門の親を思う心に打たれて書いた書籍を刻んだ。 人心道の石碑が混流されている。碑文を本国すると、あまりいたり、小笠原東洋井田作衛門君ん、式君天聖志向官佐藤賞の君かつて、ことが西洋寺体病生道以来十字賞務無,無一書出現奇遇この島前遊浪船にゆなな瞬間中東京の武蔵国園不能明日倉侍バイタだ、雪道雪の資源年マリーク,クロ老の温厚店。 盲国思えよく立て一日を左父諸教の地名、いわれ不幸の罪以外示せ子孫くんそのためがきの、あまり実感そのこと、推測赤書この遺蔵土の絵ね七月上巻、金玉金となる。1703年本流の更新刀は、養蚕の円満なることを祈願したものと伝えられている。約 120kg の力石も安置されている。これも病気併憂祈願に基づいたものとされる。 石狐は明治28年に奉献された。森安樹は狐の目や体に生き生きとした野生感が溢れ、また台座の彫刻も素晴らしく、まさに明治の石像芸術品ですと評している。源義家が大宮八幡宮に鹿島の松苗を奉献し、植えた時にそのうち一本をここに分けたという伝説の神木があった。幹回りが 直径6メートル余もあったとされるが、昭和15年頃に越しした。両者の脇には、多数の絵馬が奉納され、信仰を集めていることを伺わせる。角川日本地名大辞典編纂委員会編。角川日本地名大辞典13東京都、角川書店。1978年、886ページ。角川日本地名大辞典編纂委員会編。 角川日本地名大辞典13東京都角川書店1978年263ページ休憩山村新編武蔵風土気候巻の122玉群の34内務省地理局1884年6月 NDLJP76399515 ありがとうございます